よし、行くぞ。ナルトとサスケがたもとを分けた終末の谷の戦いから時が経ち、修行の旅へと出ていたナルトはようようとこの葉隠れに帰還を果たした。帰郷して早々、第七班の隊長カカシはナルトとサクラに対し手合わせを実施する。無論二人の成長を見定めるためだ。どうやら今回は本気を出さないといけない。絶対に負けられない。よし、俺たちの力見せてやろうぜ。父ちゃんさくらさん、サスケさんを連れ戻すために一緒に修行したんだ。二人にサスケとのつながりはそれほどに重要だ。特に孤独の辛さを知っているんだ。あの地獄の苦しみを知っているからね。どのようなつながりであっても決して手放すことはない。しかもサスケさんは父ちゃんにとって大の親友だもんな。それにしても父ちゃんもさくらさんも大きくなったよな。当然だ。我らには一瞬で、彼らは数年経っているから。いや、体のこともそうなんだけど、なんつうか自信っていうのかな。もう次の戦いに移動か。二人の成長はカカシに認めさせるに十分だった。これより彼らは第七班として活動を再開するのだが、当時の忍界は大きくうごめいていた。暁という犯罪組織が各地で暗躍していたのだ。ナルトたちも否応なく戦いに巻き込まれていく中で、ついにサスケについて情報が入ってくる。当然急ぎ現場へと向かったわけだが、そこにいたのはかつての面影が消えた親友だった。マジかよ、見たいよな、見たくないような。やったな、つけ直せばよ。こんなところにまで何の用。お前を連れ戻しに来た。目がすげえ冷たいってことか。闇に行った彼の目に仲間というつながりは映っていた。あるのは兄イタチへの憎しみの。これほどに強い憎しみがあるんだ。父ちゃんたちもいくら説得しても。うん、大玉ラスケさんの殺気が怖えよ。俺まで変な汗出てきた。この時のサスケは情け心など存在しない。父ちゃんたちを倒そうとしているってか。では次の戦いに移動するぞ。あれから父ちゃんたちとサスケさんは結局ナルトたちの必死の説得はサスケの耳には届かず、彼は再び闇へと消えた。ナルトは己の無力さを大いに嘆いたが、その悔しさは次なる強さを得る糧となる。ナルトはすぐに修行を開始した。再びサスケを追うために。だがその一方で彼は狙われる身でもあった。ナルトが秘める九尾を狙う暁がこの葉隠れに向けて進行してきたのだ。進行を止めるため多くのこの葉隠れの忍びたちが奮闘する中で、最後に暁の前に立ったのは他でもない渦巻ナルト本人だった。
まさかお前の方から出向いてくれるとは。あがそって名が省けてやる。未来を知ってるから当たり前のことだけど、この勝負父ちゃんの勝ちだ。そうだ、なぜそう思う？ここに立ってはっきり分かったんだ。この戦いは間違いなく父ちゃんが勝つ。それくらい父ちゃんに自信があふれているし、全く負ける気がしない。なるほど、親子だから掴むことのできる感覚と、サスケに届かず失意に沈んだナルトだったが、ここまで復活したことには意味がある。さて、移動するとしよう。各図を退けるほどの力を得たナルトの存在は、木ノ葉隠れの中でも実力者として認識されていく。一方で、ナルト捕獲には相応の力が必要だと悟った暁は、ついに暁のリーダーであるペインが動き出した。ペインは伝説の輪廻眼を有し、人界の中でも群を抜いた力の持ち主。彼を前に忍びたちはことごとく散っていった。その中にはナルトの死ジライアもあった。死の仇を取るためさらなる修行に出たナルトは、千人の力を得てペインと対峙したが、その戦いは熾烈極まりないものとなった。おとなしくつかむ。お前の死は平和へとつながる。ふざけたこと抜かしてんじゃねえ。俺の師匠、俺の仲間、俺の里、こんなに仕上がったお前を俺は絶対許さねえ。ここが木ノ葉隠れの里。これはペインによって引き起こされた輪廻眼の力。それほどに強力な。こんなことをできる奴を相手に父ちゃんは戦ったのか。この時のナルトの内は怒りに満ちている。当然死と仲間を失い里まで破壊されたのだから、俺の手で引き寄せてやる。よし、この俺がここまで。こっちまで力が入ってきたのさ。死闘に次ぐ死闘を超え、最後に立っていたのはナルトだった。戦いの最中、ナルトはペインを操るナガトという存在を察知し、二人は互いの思いを口にする。ナガトはナルトとは異なる平和の考えを持っていたが、ナルトの意志は彼の心を溶かし和解を果たす。木ノ葉隠れの危機を救ったナルトは里の英雄として万人に迎え入れられた。かつて里の中で孤独に生きていた子供が誰もが認める存在になったのだ。父ちゃん、光が集まって、ここまでの奇跡回収は成功だ。一度時だまりの間へと戻ってくるといいだろう。時だまりの間に異変の兆しが見える。それって、どうやら再び彼女の奇跡が現れたようだ。うん、調べてみるってばさ。
お前は危険な存在だ。これからはここで生活するのだ。わかる？戦術が迫っているぞ。こちらも七子を出せ。見たか、戦術一族の奴ら慌てていたぞ。戦術の奴ら、他の一族と手を組んだらしいぞ。七子に対抗するためらしい。いたぞ、奴がうちら七子だ。追い詰めよう、奴を封じるのだ。やめて、やめて、やめて、やめてよ。誰か助けて。なんで私だけがこんな目に遭うの。嫌い、全部嫌い。忍びもこの世界も嫌い。さっきのはあいつが封印された時の様子ってことか。大きすぎる力だった。故にそれを危険視した者たちに封印された。内葉一族に不当に扱われ、世の忍びたち全員が敵となり、そして理不尽に封印されたともなれば、忍界を、忍びたちを深く憎む心が生まれたとしても仕方のないこと。だから今のあいつは忍界を滅ぼそうとしてんのか。彼女にとっての不幸は理解者がいなかったこと。その辛さは心中を察するにあまりある。なんで同盟結んでる里同士で戦わなきゃいけないんだよ。メルツ様のために。何なんだよメルツ様って。七代目様も言ってたけど意味わかんねえよ。メルツ様の理想を叶えるために我らは戦わなければならない。邪魔をするな。お前の参戦は何としても止める。無駄なことを。俺を足止めしていたとしても戦争は始まる。お前の行動は無意味だ。それはどうか。各里の忍びたちが戦場に到着。戦闘開始は間もなくかと。脆い。かつてあれほど絆だつながりだとほざいていた連中がこうも簡単に崩れるとはな。ペイン様、いやペイン、あなたの望んだ力による統制がついに実現する。ただしその先導者は死んでしまったあなたではなく、この俺だがな。サラダたちうまくやってるかな。それにサスケさんも。って、俺は俺でこっちに集中しねえとな。
ペインとの一戦後、忍界は大きく動き始めた。暁を裏で操っていた存在、ウチハ・マダラが尾銃をかけ、忍界全土に宣戦を布告したのだ。同時に、長らく闇に潜っていたサスケも動き始めた。木ノ葉隠れの崩壊と一族の復興を目標に掲げてな。なんで？サスケさんは兄ちゃんを倒すために行動してたんだろ？物事には決して表に出ない醜い面もある。サスケは兄イタチの麻薬の真実を知ってしまったのだ。ともかく彼は木ノ葉隠れを潰すため火影の命を狙い行動を開始した。そしてそこに現れたのはサスケとのつながりを決して話そうとしない渦巻きナルトだった。潰してやるよナルト。サスケ、俺はサスケさん、この前の時よりもさらに冷たい感じになっちまってる。叩きだとし、ついに撃つことができた兄、この肌触れによって作られた巨像だと知ってし、イタチは最後まで弟を優しく兄。そんな彼を歪んだ道に歩ませたこの肌、サスケが許せるわ。故にサスケはホカゲの命を狙った。これは忍界に対して刃を向けたと思う。そろそろ次の時間に移動か。ナルトとサスケの戦いは決着がつかず、両者は再び離れることになったが、ナルトはサスケを救うため、サスケはナルトを倒すため、二人の道はある意味近いものになったと言っていいだろう。確かにそう言えるけど、なんか微妙な気持ちだってばさ。そして忍界は戦いのうねりに巻き込まれていく。マダラの宣戦布告に対し、忍びたちは忍び連合軍を結成し、第四次忍界大戦の火蓋は切られた。当然、ナルトも新たな仲間と共に戦場に駆け出したが、その前に現れたのは、因縁の相手だった。ナルト、今の俺を放っては危険だ。早く俺を倒せ。分かってるってばよ。俺もやる。行くぞナルト。なあ、父ちゃんのこの姿は。戦争を前に彼は球技の力をコントロールする術を手に、その姿がそれ。マジかよ、ついに球技の力まで使えるようになったのか。どんどん強くなっていくな、父ちゃん。そう、強くなる。しかし相手はさらに強力な忍びだ。相手の人って確かペインを操ってたナガトって人だよ。第四次忍界大戦は江戸天聖って術で強い忍びが復活して戦争に使われたのは知ってる。こうして目の前で感じると気持ちがざわつくってこと。ナガトは陸道仙人の力を持つ強力な忍だが、こちらには心強い味方、ウチハイタチ。イタチもナガトと同じ江戸転生された身だった。彼は江戸転生の縛りを自ら解き放った。さて、次に向かおう。
ナルトとナガトの激しい攻防の最中、イタチは刹那の隙をつき、ナガトの身を封印することに成功した。本当はもう戦う必要なんてなかったのにな。これも戦争のせいか。一方で、各々の戦況は著しく変化していた。特に砂漠地帯で戦っている忍びたちの前に、ある江戸天聖の忍びが現れたことにより、連合軍は劣勢に陥った。忍びの名は内葉マダラ。戦場に駆けつけたナルトもマダラの力を前に苦戦を強いられることになる。風影、ナルト、わしらで奴を止めるぞ。何を、奴が内葉マダラ。初代火影と共にこの葉隠れを作った伝説の神。先方、超大玉螺旋打連眼。マダラ？ん？でも内葉マダラともう一人いるよな。あれ？どういうことだ？これまでマダラを名乗っていたのは偽物。こちらが本物のマダラ。じゃあ、偽物のマダラってのは誰なんだ？先方、超大玉螺旋打連眼。その正体こそ、臨海大戦を起こした真の原因に結びついている。いつか、半端ねえな。もういいのか。マダラにとってナルトたちとの戦いは時期に等しいものだった。事実、マダラが幾分かの力を操り放たれた隕石によって忍び連合軍は壊滅的な被害を被った。じゃあ父ちゃんは？あの場にいたナルトは影分身だった。本物は別の場所にいたのだ。別の場所？ナルトは遠く離れた場所であるものと対峙していた。かつてマダラと名乗っていた人物とな。世界にはもはや希望も未来、あのある英雄もいらないの。現実は終わり、あるのはただ無限に続くたった一つの終わりなき。ガキは英雄に憧れるもんだ。だから俺は迷わねえで突っ走れる。俺はどの先代も超えるほかげになる。それが俺の夢だ。バカ野郎、うちの方が偽物のマダラだよな。本物のマダラはマダラで、偽物のマダラはトビ。なんか頭がごちゃごちゃするな。それにしても父ちゃんのこの姿って、死闘を経てナルトは徐々に窮屈、いや、クラマと心を通わせて。クラマ、美人惑星螺旋手裏剣。そしてついに和解を果たし、クラマの力を完全にコントロールすることができるようになった。なあ、このトビの目的ってのは一体何なの？それは彼らがキュービラ美獣を集めていた理由について。その目的は美獣の集合体である十尾の復活。そして十尾の力を用い無限つくよみを成就することになる。無限つくよみ、なんだそれは。てめえを倒してこの戦争を終わらせる。美獣惑星螺旋手裏剣。
でその面引っぺがしてやる。確か奴の正体は気になるってばさ。長らく続く激戦の中で、カカシラの起点を経て、トビの正体はいよいよ明るみになった。その正体は、ナルトと同じくホカゲになる夢を持ち、カカシと共に戦場をかけた親友、ウチハ・オビト。ウチハ・オビト。オビトはある意味純粋だった。純粋だったがゆえに、愛すべき者の死が彼を狂わせた。彼の願いは夢の世界に向けられ、それを成すためにかつての親友とも刃を交えることになったんだ。なんか父ちゃんとサスケさんとも似てるな。親友同士で戦うってのはさ。光が集まった。では時だまりの間へ戻ってくるといい。再び時だまりの間に異変の兆しだ。うん、分かったってばさ。彼女の記憶が現れたな。これで三度目か。次はどんなものが見えんだ。見つけたぞ。こいつの能力を使えば任界はアビ教官の世界になりますな。一族に利用されし兵器ウチハ・ナナシ、この時代でも存分に役に立ってもらおうか。誰？あんたたち。お前の理解者だ。任界と忍びを憎んでいるのだろう。お前を利用し封じた忍びどもを憎んでいるのだろう。俺に協力しろ。共に任界を混乱に陥れようではないか。さっきのはナナシが封印から解かれた時のやつか。ふん。その際に彼女の憎しみを利用し懐柔したのだな、彼らは。畜生。続きだ。オビトの宣戦布告により開戦した第四次任界大戦は佳境に入ろうとしていた。ナルトのもとには忍び連合軍の仲間が集い、オビトのもとにはマダラが現れ、戦場は大いに乱れた。オビトとマダラ二人の力に抗うことは困難を極め、ついに十尾が顕現。そしてオビトはその力を取り込んでしまった。そんなことされたらもう手をつけられないんじゃ。いよいよ窮地に立たされたナルトだったが、そこにかの忍びが現れ、戦況は変化の兆しを見せた。その忍びの名はウチハ・サスケ。もはや無限つくように発動まで時間の問題だ。お前たちの戦争は事実もう終わっている。終わってねえよ。まだ俺とサスケがいる。それならこの銃尾を振り込んだオビトが相手でも勝てるんじゃねえの。銃尾の力とはすなわち陸道仙人と同等の力、並大抵の戦力では
傷つけることすら難しい。当時の忍界においてそれができるとすればナルトとサスケ、この二人のみ。しかもサイバルで友達の二人の共闘だぜ。めちゃくちゃ熱い展開だってばさ。ここに至るまで銃、そしてオビトとマダラの攻撃によって忍び連合軍は多くの犠牲者が出た。ヒューガネジ、君の叔父もその中に。次だ、行くぞ。二人の抵抗、そしてナルトの言葉はオビトの心を次第に追い詰め溶かしていった。ついにはオビトを無力化させることに成功し、忍び連合軍は歓喜に沸いた。しかし喜びは長くは続かなかった。マダラが十尾の力を吸収し第二の陸道となったからだ。陸道の力を得たマダラは圧倒的だった。忍びたちは必死に抵抗し、それこそ命を懸け死力を尽くすも、一人また一人と戦える者はいなくなっていく。戦場に絶望が漂い始める中、それでもマダラの前に並び立つ忍びがいた。その忍びとはもちろんナルトとサスケ。マダラに対抗できるのはもはやこの二人のみ。お前では俺を倒す。俺は陸道の。ああだ。俺がお前を倒すんじゃねえ。俺らで倒すんだってばよ。お前もな、マダラ。父ちゃんの姿が全く変わってんな。今度は何が起こったんだ。生と死の狭間、精神空間において陸道仙人と解放し、彼の力を借り受けた。おらー、サスケと回せろ。車美獣惑星の戦士力。おらー、生と死って、あとは二人とも一致でマダラにやられ瀕死に陥る。え、何でも死んだの。死んではいない。その寸前だったと。いやいやいや、寸前も何も。確かよ。てか二人をここまで追い込むなんて。さあこの戦いから引き上げるぞ。一進一退の攻防を経て、ナルトたちはマダラを追い詰めることに成功した。だがマダラは止まらなかった。巧みに戦況を操作してついに成し遂げたのだ、無限つくよみを。そりゃめちゃくちゃやべえじゃねえか。忍界が夢の世界に誘われ、残った忍びはナルトら数名。第四次忍界大戦はマダラの勝利で終わったはずだった。はずだった。もう一度チャクラを一つにする。これはこいつ強大すぎる力、古に封じられた存在。ウサギの女神、鬼、さまざまな故障がある。彼女は大筒木かぐやと。大筒木、またここでその名前が出てくるのかよ。いや、マダラは？あいつはどうだったんだ？マダラには絶という絶対の信頼を置く仲間だ。無限月読みの計画を進める影の協力者といった。
王者を確信したマダム、最後に絶に裏切られた。次に移動だな。二重玉まさに新天道地の戦いだった。幾度も押し寄せる絶体絶命の危機を仲間の起点とナルトとサスケの奮闘によって脱し、かぐやは再び封じられることになった。真の黒幕を倒したってことだよな。これで戦いは終わり？いや、まだ決着はついていないものがある。長きにわたる因縁、いや、つながりの答えを出さねばならない。ナルトとサスケ、二人のつながり、その行く末を。やっぱ、そうなるか。そうだよな。もはや、ここまで来て、互いができることは一つ。拳を交えるのみ。何度も何度も、何度も何度も、傷つけ合い、天を焦がし、地をうがち、叫び、否定し、そして。いい加減、しつこいんだよ！さっさと切られやがれ！おめえじゃ俺とのつながりは切れやしねえってばよ！つながりつながりうるせえんだ。お前はつながりがあるからこそ苦しいんだ。つながりが強ければ強いほど俺を悩ませるんだ。なるほど、てめえとのつながりが一番めんどくせえんだよ。オビト、マダムとカグヤと戦って、最後に父ちゃんが拳を合わせたのか。そう呼ぶしかない。サスケさんはサスケさんの中に答えがあった。それを貫き通すために。でも父ちゃんはサスケさんを追いかけて、サスケのために走っていた。いつしか忍界を巻き込む道に。そろそろしまいにしようぜ。この戦いを、これまでの戦いを。時間だ。いい。二人ともボロボロだったけど、最後は一体どうなって。まさに命を懸け己の持つ力を絞り出した二人は、ついに体が限界を迎え地に並び落ちた。傷つき動かぬ体にあって、互いの胸の内を明かし、それでもなお残っていたものは、それはナルトの純粋な思いだった。天地が変えろうと決して変わらぬ友への思いは、いつしか固くななサスケの意志を溶かし、ついにサスケはナルトを認めるに至った。サスケさんが父ちゃんを。そうか、これで俺の知ってる二人に。これより先を語るは野暮というもの。父ナルトの功績は君の里を見れば明らか。忍びの歴史はなおもナルトと共に流れている。
強く光ってるってばさ。時が来たな。時だまりの前戻ってくるのだ。わあ。よくやった。時代をめぐり、父の軌跡を追うことで様々なものが見えただろう。俺、前より父ちゃんのこと分かってた気になってたけど、まだまだ浅かったんだな。でも、なんつうのかな。うん。父ちゃん、すげえかっこよかった。彼の生き様は人界に大きな影響を与えた。だからこそ、人界の軌跡を元に戻す要ともなる。四つ目の記憶が現れたか。だが、どうやら今までのものとは異なるようだ。どういうことだってばさ。詳しくはわからない。実際に確かめてみるしかないようだな。光？ああ、今はまだ人界は闇の中にあるが、この子には光の中を歩んでもらいたい。そんな願いを込めた名前だよ。変かな？いい名前じゃない。ね、光？宇宙は光。それがあいつの本当の名前だってのか。じゃあなんであいつはナナシって名乗ってんだ。親を失い、幼少の頃から大人に利用され、心がすさみ、そこに異なる呼び名を与えられる。名前がないという意のナナシが新しい彼女の名として刷り込まれた。もはや人形のように生きてきた彼女に名前は重要ではなかったのだろう。なんだそれ。くそ、胸がモヤモヤするってばさ。彼女の生き様は日の光に当たらぬ道。そこに未来はなかった。そして今、人界も同じく光の当たらぬ道を歩もうとしている。光の当たらぬ、暗く、冷たい道を。そんなこと、絶対にさせねえ。ああ、だからこその奇跡だ。君が集めた渦巻きナルトの奇跡が皆に光を当ててくれる。さあ、人界を元に戻そう。ああ。渦巻きナルトの軌跡を元とし、結びつきし縁たちよ。記憶の海原を走り、伝え、広まれ。軌跡よ、ここに復活するのだ。